テレ東学校法人森友学園への国有地売却をめぐり、財務省近畿財務局が当初国有地の売却額を開示しなかったことなどの是非が問われた裁判で、大阪地裁が昨日、売却額の不開示は違法と認めました。これについて麻生財務大臣は会見で次のように述べました。結構早く開示したと思うんですけど、まあそれでそういった形で敗訴になったという話は少々聞きましたけれども、ちょっとこの点については国の主張が認められなかったというのはちょっとよく精査してみないと分からないので、これは法務省やら何やらでよくこれから少々時間をいただいて精査した上で今後の対応について検討する。